オランダヘルダーラント州内名編出身のサッカー選手。リーガーエスパニョーラ・バレンシア CF 所属。オランダ代表。ポジションはゴールキーパー。メディアによっては、イエスパー・シレッセン、ヤスパー・シレッセンなどの表記も見られる。本来の発音では鈴の前に、速音は入らず、アクセントは第一音節にある。NEC の下部組織を経て、2008年に同クラブとプロ契約。 第一 g k ハボールバボシュの負傷を受けて2010年8月28日の SC ヘイレンヘン戦で途中出場しプロデビューを果たすとこの試合で即座にマンオブザマッチに選ばれた2010から11シーズンはバボシュが怪我から復帰した後もゴールを守り続けてリーグ戦31試合に出場トップ GK になるためのすべてを備えている将来の代表のゴールを守るのは 間違いないと絶賛され、このシーズン、オムループヘルダーラントによって、ヘルダースファンヘッドヤールに選ばれている。2011年夏、多くの議論を巻き起こしながら、アヤックス・アムステルダムに移籍。2年間ケネとフェルメールの前に、カップ戦要因扱いを余儀なくされたが、3年目の2013から14、シーズンに不安定さが増したフェルメールからついにレギュラーの座を奪った。 2016年8月25日、FC バルセロナへの移籍が発表された。契約期間は5年で移籍金は1300万ユーロ、および状況により200万ユーロが支払われるようになっている。カップ専用員となるも、準決勝のアトレティコ・マドリード戦では、ビッグセーブを連発しチームのコパデルレイ3連覇に貢献した。バルセロナ2年目となった2017から18。 シーズンもマルク・アンドレテアシュ低減の画像を崩すことはできなかったが出場した試合では常に高パフォーマンスを見せている。チャンピオンズリーグのスポルティング CP 戦のバスドストやコパ・デルレーのバレンシア戦のサンティミナの至近距離からのシュートをビッグセーブで防ぐなど印象的なシュートストップも見せた。2017から18シーズンコパ・デルレイ決勝では ルイス・アルベルト・スアレスの得点へとつながるロングフィードを見せるなどバルセロナの30回目のコパ・デルレー制覇にも貢献した。2019年6月26日、バレンシア CF に移籍した。2013年7月7日に行われたインドネシアとの親善試合でオランダ代表デビュー。2014FIFA ワールドカップではティム・クルルとミシェル・フォルムを抑えて聖 GK に選ばれた。 準々決勝のコスタリカ戦では、PK 戦直前の延長後半アディショナルタイムに、ルイファン・ハール監督の采配で、クルルとの交代で下げられた。ベンチに下がった際は、水のボトルを蹴り飛ばすなど苛立ちを隠せなかったが、クルルが2本のキックを止めて、チームが勝利すると、ピッチに駆け込んで喜びを表した。同じく PK 戦にもつれ込んだ。 準決勝のアルゼンチン戦では延長戦に引き続いてゴールを守ったが4本のキックをいずれも止めることができずオランダは敗退したその後も代表 GK の座を死守するもオランダ代表としては久々の国際大会となる UEFA ユーロ2020は COVID-19 に感染したことが判明し辞退する見通しとなった PK 戦を苦手としており PK を一度も止めたことがない GK として知られていたが2015年11月13日のウェールズとの親善試合でジョー・アレンの PK をセーブしプロキャリアでの PK 通算28回目で初の PK セーブに成功した。ヤスパーシレッセンフィーファ主催大会成績。ありがとうございます。